ートショップトペッカーの大村です。今回ご紹介するお車は平成15年式クレオ RS リミテッド、走行5万4000キロです。はい、まずは外装からのご説明です。まず、フロント周りですね。フロントバンパーの方は、特に目立つものはないですね。小さな飛び石傷はあるかもしれませんが、それも、目立つほどではないですね。そしてボンネット、ボンネットの方も特に目立つものはないですね。そして右側面、ここに薄いへこみがありますね。それぐらいですね。綺麗です。そしてリア、まずリアゲートは特に目立つものないですね。そしてリアバンパー、リアバンパーですね、この角にですね、傷をタッチペンされた跡がございます。そして左側面、左側面はですね、ここですね、ちょっとあの傷を伴った小さなへこみがございます。それ以外は、目立つものないですね。そしてもちろんルーフの方も、ご覧の通り特に触れる箇所はないです。はい、全体的に、綺麗な外装ですね。以上、外装のご説明でした。はい、続きまして内装のご説明です。まずですね、車外パーツはないですね。ハンドル、シフトノブも純正となりますね。で、ハンドルはですね、破れなどはないですね。多少の擦れですね、ちょっと艶の方があるぐらいで、特に破れとか擦れはございませんね。そしてダッシュボードとかも特に加工穴なんかはございませんね。はい、そしてマニュアル車ですね。マニュアル車となります。そしてシートの状態ですね。この運転席座面のサイドにですね、少し、シワがございますが、特に、大きくへたってるとかではないですね。破れなんかはございません。助手席の方もご覧の通りですね。そして後部座席、こちらの方も、特に触れる箇所ないですね。綺麗な状態となっております。そして天張りの、汚れ傷関係も、特にないです。はい、内装のご説明以上となります。はい、続きましてエンジンルームのご説明です。エンジンはですね、もちろん、スーパーチャージャーとなりますね。そして4気筒ですね。そして各部の細かい状態ですが、まずこちら右ヘッドライト裏ですね。ここからスタートして、ストラット部ですね、その奥、そして左側、ご覧の通りですね、特に目立つようなサビなどなくですね、かなり綺麗な状態ですね。そしてラジエーターの裏側ですね。ご覧の通りですね、かなり状態良好となっております。以上、エンジンルームのご説明でした。はい、最後に下回りのご説明です。まず足回り関係はノーマルになりますね。はい、そしてですね、パッと見て、分かる、ご覧の通りですね、分かるように、全体的にですね、シャーシーブラック、施されておりますね。しかもかなり細かく綺麗にこのように塗られてますので、かなりこれ最初の方ですね、もしかして新車の時から吹かれてるものかもしれません。おかげでですね、状態、例えばこういった継ぎ目とかもですね、サビが浮いてないですね。多少のサビとかはあるかもしれませんが、本当に目立つようなものではないです。だいたいこういった
継ぎ目とかですね、少しサビが見えるんですが、それもないですね。はい、こういったタンクとかもですね、かなり綺麗に塗られておりますね。ギアの方の足回りもご覧の通りですね、かなり状態いいです。そして、サスペンションは、純正ですね。はい、下回りのご説明以上です。